島の将来4号店の店長予定の花と申します。フランス料理に興味を持ち、10代でフランスへ渡る。数々の名店を渡り歩き、五感を磨く。地元メディアの出演をきっかけにその名が広まる。その後、自身考案の商品がヒットし、全国民の評価を得ることに。20代にして三つ星の料理店のパン専門の料理長を務める。彼のバーガーはイカれてやがる。3食すべてやつのバーガーでもいい方が。花のパンはマジでうまい。俺は毎日食べているんだぜ。ああ、なんだろう。彼には才能があるの、本当に。これは食べた人にしかわからないわ。そして今回、緊急来日が決定し、花谷氏が日本でパン作りの現場へ。調理パン両方ということで、まあ簡単なニョロニョロってもう伸ばしてちょっと顔をつける可愛いものから、はい、包むものクリームパン、そしてチーズの羽、はい、これチーズの羽、あの羽が餃子の羽みたいにパリッとしてチーズが美味しいやつで、あとちょっと苦労していただこうと思って、まあはい、ツイストドーナツ、まあ、ツイスト難しそうですね。これはねツイストちょっとやっぱ少しひねったり生地を触る技がこうウグイスアンパン、ちょっとアンパン、はい、変わり種のアンパンで可愛いものを作っていただこうと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、これからも普通のテンションでいきましょう。よろしくお願いします。
大丈夫、はい、このチーズはもう赤岩店、はい、オープンの時から使わせていただいてます、はい、本当に素直なチーズの味が出てて、はい、でリーズナブルで、入れるんですね。このマヨネーズはパンに水分を染み込ませないため
番下2つにレタスを入れます。で、もうお好みでレタスの量はいいんですけど。あ、下にも行ってます。あ、そうですね。卵サンドとかハムサンドが一番好きなんです。あ、これよかった。で、これを流すときに真ん中が高くなるように、で、外がちょっと低くなるように、はい、ちょっと押さえつけるようにこう。置ける。はい。掃除やってる？この端っこ持った方がいいかも。はい。あ、いやいや。日焼けしたみたいですね。綺麗。このままこれ置いたりも。はい。で、その青木さんを置くと、アーモンドプードルを使った自家製のクリームです。これアーモンドちょっと左右にちょっと余るぐらいにやると、はい、夜の手みたいな感じ。キュートです。これが枠切りの手引きになります。
ませ。いらっしゃいませ。作ったクリームパンをいただきたいと思います。めちゃくちゃもうテカテカというかこうすごいですね。なんか自分で作ったの食べれるってめっちゃ嬉しいですね。じゃあいただきます。なんだろう、食べた瞬間ふんわり柔らかな感じ で中に結構ぎっしりクリームが入ってて、もうね生地と一体になって、なんかこれを食べたらすごい優しい気持ちになるし、全然その嫌な濃厚さじゃなくて、だけど濃厚でどこかこう懐かしさを感じる。全然みんなが大丈夫です。はい、全く大丈夫です。ありがとうございました。馴染みすぎとってかも、もうスカウト本当にしたいぐらい。スカウト位置が綺麗すぎて。あ、マジですか。いや、あとど真ん中ちゃんと切れる人っていないです。皆さんのおかげです。いや、イメージトレーニングがちゃんとできとったんですか。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ明日4時から入ってもらえると。はい、明日はじゃあ4時から。その方で終わります。あ、そう、大丈夫ですよ。またお願いします。じゃあ明日は4時から来させていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。